に食事というのは聞いたことがないね。それほど日本とアメリカのトップが非常にも思えるぐらいの出血の状況を示したというのはもう例がないぐらいのことです。まず初日の昼食で食べたのはハンバーガー。 Not cooked to a crisp, but just enough so you don't see any pink in the inside. トランプのウェルダン好きはニューヨークでも有名。この日もウェルダンの肉の入ったハンバーガーでおもてなし。さらに好物のケチャップも。